やっぱり怖いとかいうふうな印象を持たれることがあるんですね。で、まあ、基本的にはそのいろんなサイコパスがいて、まあいわゆるそのなんだろうな、マイルドサイコパスみたいに言われる人もいてですね、僕は多分その部類に入るんですが、衝動性とか暴力性がない人もいてみたいな。まあなんでサイコパスって言ってるかっていうと、共感能力がない、情動的に共感する能力がないからなんですよねってことを大体説明をして、あ、そうなんですね、安心しましたとか言って、会話をするんですけども、やっぱりね、あの会話の端々でですね、なんかサイコパスなのに優しいですねみたいな、ことを言われたりすることがあるんですね。で、それに僕はちょっと違和感があるというか、もちろんそう言ってる方に理解してないじゃないかって言いたいわけではなくて、何に違和感があるかっていうと、共感性がないことと優しくないことは別にイコールじゃないよねっていうことなんですね。